ちゃんです。おお、文山です。本日は越生町の梅林にお世話になります。現在地は越生駅です。次に大高鳥山に向かいまして、スーッと来て花曲がり山を目指します。それでは出発します。こちらは太田道館です。かっこいいですね。四季の花と香りの町越生、楽しみです。越生は太田道館の生まれた地のようです。こちらは越生神社です。この時期の低山は暑いですが、木々に囲まれてるとすがすがしいです。こちらは桜の山公園です。無名戦士の墓に向かいます。この階段はきつそうですね。こちらが無名戦士の墓です。それでは大高鳥山に向かいたいと思います。西山高鳥に到着しました。こちらは西武道、こちらはスカイツリー、どうですかね。それでは大高鳥山に向かいます。とっても気持ちのいい道です。こちらにある岩は白石様と呼ばれているようです。頑張って大高鳥山目指しましょう。大高鳥山到着しました。それでは葛城山を目指します。頑張って葛城観音目指します。カエルちゃんです。おお、すごい。かわいいけど、すごい飛ぶね。怖いには怖い。文山。葛城さん。葛城観音到着です。葛城観音の展望台です。こちらはおトイレもあります。こちらが先ほどの葛城観音です。速攻元気で元気をチャージします。保冷剤もまだ溶けてなかったので冷え冷えです。それでは花曲がり山の方に向かいます。こちらが葛城峠です。花曲がり山に向かいたいと思います。
ちらが展望峠です。花曲がり山まで頑張りましょう。新の木山到着です。山々を望む丘です。大きな鉄塔があります。花曲がり山までの登りです。ここまでなかなかの急登を登ってきました。もう少しで山頂です。花曲がり山山頂到着しました。もろまるくん、今日登った山で一番高い標高です。 447.3m。勝負はあまりありません。それでは出発したいと思います。こちらは少しだけ危険箇所のようです。いわば危険と書いてありますね。注意しながら行きます。危険な岩場は通り越せました。慎重に帰りましょう。この四砂路まで来ました。獅子ヶ滝方面に向かいます。とても癒されます。とても静かです。獅子ヶ滝に行ってみます。獅子ヶ滝です。それでは東諸駅に向かいます。こちらは八坂神社のようです。桂木柚子というのは日本最古の柚子なんですね。桂木山の桂木ですね。なんか柚子の香りがします。どっかに落ちてるのかしらね。それでは市街地の方に向かいます。東諸駅に到着しました。今日は一日暑い日でしたが、とても楽しい登山ができました。また来たいと思います。